山、中塗山中塗り、または山中漆器とは、石川県加賀市の山中温泉地区で生産される漆器である。歴史は天正年間に遡ることができる。また、明和年間の記載も見られる。当初は山中温泉の当時客相手の土産物があるじで、生産量も少なかったが、江戸後期、宝暦になると、後に下目塗りとなる栗色塗りが伝わる。 文政8年には京都より牧江市を招兵したり、高科年間には過食引きが始まった。明治には千筋引き、コマ塗りなどが生み出され京の下地を作った。半世紀から明治まで流通は近隣の多郷の商人が担っていたが、1913年の温泉電気の開通により、原料の調達が容易になり、かつ道県内の湿気の産地である金沢や和島に、 比べて関西などの消費地に近いという利点を活かし、廉価の大衆製品の大量生産に踏み切る。大正期には、区内御用達の品となった。1953年には、従来の天然理、漆塗りの製品に加えて、漆との相性が良いとされるフェノール樹脂が導入され、またそれは、熱硬化樹脂へと変化、それに伴って、器物の成形期の変化も促された。 ブライダルギフト市場にも参入し、1981年には、アイズ塗りを抜いて、全国一の生産量となった。記事紙としては初めて人間国宝に認定された、川北良造など、多数の記事紙を要し、全国一の記事6ロ引物産地である。輪島など他産地への記事提供も行っている。山中漆器の祖とされる、これたか新能が、 東山神社や湿気の宮神社に祀られている。11月13日は、漆の日とされる。横浜市商工課9ページ加藤 &38.39 ページ。加藤,ペ加藤 &40 ページ。横浜市商工課9ページ加藤 &43 から46ページ。湿気支えた先人忍ぶ、漆の日。山中温泉で、法要や祭礼。北国新聞。 2017年11月20日閲覧。ありがとうございます。